はい、皆さんこんにちは、ギシャと申します。本日は鎌倉殿の13人で我々視聴者を震撼させ最後は泣かせてきた前陣について振り返っていきたいと思います。まあ、ここ最近ちょっと YouTube ライブを再開いたしまして、視聴者の皆さんから前陣の振り返りというか名場面ベスト5みたいなのを動画作ってくださいっていうふうにリクエストいただきましたので、今回は何戦ではなくて、まあ前陣がこう目立ったところに関して順番に第1話から振り返っていこうかなと。で、その振り返りを見ながら私がどう思ったのかっていうことも、お伝えしますので、ぜひ皆さんコメントで皆さんの中でこうインパクトが、その中前陣の登場シーンでインパクト強かったところの、まあ、理由であるとか、どういう気持ちになったかとか、ぜひコメントバンバンいただければと思います。で、まあ、前陣は、まあ、振り返りどんどんいきますけれども、まあ、第1話で千鶴丸を殺めました。まあ伊藤助親が比較的まあなんていうの、敵型みたいな感じで描かれ始めて、そっち側のまあね、家来という感じでありましたけれども、まあどういう立ち位置なんだろうと。まあ三谷組にはね毎回出ている梶原善さんなので、まあどういう役なんだろうなと思ったらですね、水遊び川遊びしましょうということで、でこれですよ。まあまあ演出がまず上手いなと思いましたよね、この第1話の時点で。その当然ですけど、子供のご遺体を移すわけにはね、いきませんので、まあそれをこう着ていたものを手に持つということで、川に沈めたか川で殺めたということを暗示させるというような形で、第一は前陣怖っていうよりも、うわぁ、千鶴丸死んじゃったとか、残酷なとか、こういう演出かみたいな感じで、あんまり私としては前陣にまだこう、なんて言うんだろうな、意識がいってないというか、まあ、伊藤助親の命だからむしろ伊藤助親怖みたいな、そっち側の、感じだったというのがありますかね。なんですけれども、うわーってやっぱりその前陣うわーってなったのが、まあ第5話の工藤重光と北条宗時の死で、まあこのシーンですよね。まあこの回っていうのは、そもそもこの回のタイトル自体が兄との約束っていうタイトルになっていて、でまあここもね演出うまかったですよね。まあお兄ちゃんがこう先にまず工藤重光殺されちゃって、で宗時がこうしゃがんだ時に背景にこう影が見えてブスって刺されて倒れた瞬間、後ろに前陣がいて前陣がやったっていう風な感じだったので、まあ非常に怖い、結構ホラー的な演出もあって、うわー前陣っていう風になった回でしたよね。で、まあ、次郎ですね。まあ、次郎が亡くなった時第9話ですけれども、これもまあ躊躇なく、殺されまして、でこれ八重も殺す予定だったんですけれども、まあ、八重に関しては、まあ、ちょうどいいタイミングで三浦義村が来て、三浦義村によって八重は助かったという感じですけれども、今振り返ると三浦義村はここで前陣と争って勝ってるし、まあ、芝居説もありますけれども、前回38話では唐と三浦義村戦って、それも三浦義村勝ってるので、三浦義村は本当になんか全方位で侮れない男だなと思いますけれども、まあ、このシーンは、ただまあ、前陣怖っていうよりも、ここはまあエマジローに泣けた部分があったので、ねえ、夫婦として結婚したけれども、結婚させられた部分もあるし、結構もうなんかあんまり、夫として旦那としてのその主導権みたいなのもなかったっぽいじゃないですか。だけど最後にこう八重と少しこう心が通じ合えたっていうようなところはですね、泣かされましたよね、エマジローね。ここは比較的エマジローへの感情移入、前陣がーっていうよりもエマジローっていうようなのが私の、考えでございましたね。で11話は元雇い人の伊藤助親と息子の伊藤助清を殺しましたけれども、ここは恐ろしかったですね。まあこれ伊藤助親がもう捕らえられて、まあフラッとしていた前陣を、これは畠山重忠が捕らえて、まあなんか恐ろしいしどうにもこうにもならんから、っていう形で梶原景時に託して、梶原景時この時点だと雇い人なんですよね。で、梶原景時の命によって元雇い主、雇い人である伊藤助親とその子供である助清を殺すということで、ああ、前陣生きておったのか、へーって言って普通にブスッブスッって音だけでしたけれども、殺すという感じだったので、その時の雇い主のやれということに対して、まあ、感情も何もなく仕事を淡々と実行していくっていう、結構もちろん
北条宗時が亡くなった時のうわ前時うわってなったけれども、それ以上に雇い主が変わって元雇い主を平気で殺すっていうところが、ここは結構一番自分の中で震撼したシーンではあったなというふうに思いましたね。でまあこの辺まで来るとそれこそ前時史みたいのがねツイッターでトレンドに上がったりとかもしてましたけれども、そんな中ちょっと変わったあの使われ方をしたのが上総広常が殺された回で第15話でしたね。これ殺したのは実際成敗したのは梶原景時でしたけれども、梶原景時に対して上総広常がまあ対抗できないよ、抵抗できないようにあのこう目の前でこうぶつかりそうになってホッホッホッってやってる間に刀を抜き取って抵抗できないようにするという、まあ梶原景時による前時のなんていうの使い方の汎用性をこう追求した非常に面白いシーンでありましたけれども、まあこのシーンはね前時がーっていうよりも頼朝が怖いところじゃないですか。全ては頼朝じゃないですか。頼朝が上総広常を見せしめにして、でそれをまあ梶原景時に命じて梶原景時のアシストを前時がしただけなんで、ここはあんまりこう前時がーっていうような感じではなかったですけれども、前時の新しい使い方として王っていう風になったところではあったかなという風に思いました。でもまあそんな感じで結構前時のがここまで殺めてきている人に関してはわかわいそうだなって思う部分が多かったんですけれども、こうやって言うとなんか人の死を嘲笑っているようで申し訳ない気もするんですけど、まあドラマなんで許していただければと思うんですけども、藤原の頼平を殺したシーンに関してはね、どういう魂胆だみたいな感じで義時を刺そうとしていたからね、これはなんかむしろナイス善治と思った、初めてナイス善治って思ったシーンではありましたね。なんですがこの回はそのナイス善治と同時に生まれたばかりの静か御前の子供をですねまあ持って、まあ多分海に沈めたんでしょ、だからそれ水死させたと思うんですけれどもっていう、そのギャップ、前時に対して歓迎する部分と歓迎しない部分とあったので、まあなんかそのギャップ、これ別に前時は、ね、雇われてるだけなんですけれども、この回も非常に前時に対していろいろなことを考えさせられる回だったなというふうに思いますよね。いかんせんこの後前時は一万を生かしているので、これももしかしたら子供殺してないんじゃないかという説とかもありましたけれども、まあこの39話までもう来て、ここで実は生きていて話がっつったら史実ひっくり返るぐらいの尺が必要になりますので、まあ、シナリオ読んだ感じでもそんなことは見受けられないので、まあ、これは別に普通に殺したという解釈でよろしいかと思います。はい。で24話、これまた一つターニングポイントになっておりますけれども、まあ、源頼頼が殺されまして、これはまあ頼朝が悪いですよね。頼朝が梶原の平蔵を呼べっつって差し向けられたのであれですけども、まあ合わせてここで死んだのが要は唐の両親なんですけれども、まあ唐が唐の両親を殺、唐の両親と源頼頼を殺した後に、これが幼少期の唐ですけれども、唐の前まで行って殺そうとしたけれども、ここで唐を殺さずに結果的には後継者として育て上げるということをしたので、まあ、子供を殺さなかった、殺せなかったその位置っていうのがここですよね。まあそれが結果的に前時が死ぬっていうところになりますけれども、まあまあまあいろいろな、いろいろなって感じですよね。で30話はこれ何も起きなかったんですけど、比企能員を義時と前時で挟み撃ちしたんですね。この時多分視聴者がSNS が前時やっちまえと、比企能員うざいから前時やっちまえってなったけども、この回は脅すだけで済んだと。だから本当はね、本当はこのシーンっていうのは前時と義時で比企能員を挟み撃ちにして、そしてそれを扉一枚挟んだところで、要は比企能員の魂胆を鎌倉殿の頼家に聞かせようっていう手はずだったんだけども、鎌倉殿が倒れちゃったから、頼家が倒れちゃったからそれができなかったってシーンなので、まあ史実的にその後つなげるためにもここは挟み撃ちで終わったという感じでしたね。で31話がやっぱり前時の運命を左右しましたよね。31話で一万を殺しませんでしたけれども、これね、一万を殺さなかったのは多分泰時の命なんですよ。でかくまっといてくれって言われて、まあ兵ってこう言ってかくまっていたんでしょ、前時と唐の家で。そしたらそこで一万があまりにも前時に懐いちゃったから、32話でまあそれが義時にね、バレて殺せっつってもね、初めて涙を流し、もうこれよ、まあこれよって感じですよね。で結果的にここでは前時は一万を殺せずに、まあ普通の解釈としてはここで唐が一万様あっちで、あちらで唐と水遊びいたしましょうって言っているので、これは、まあ、千鶴丸の時の前時と川遊びに行きましょう、しましょうって言ったのと同じ
なのでこの後唐が、まあ、多分推しさせたというふうに考えるのが、まあ、スタンダードな解釈かなというふうに思いますよね。で、まあ、この回は盛りだくさんで、そのまま禅師の死につながるんですけれども、伊豆の修禅寺での人騒動で、頼家と互角で戦ったら、一万の文字を見て一瞬油断した禅師が、刺され、切られ、もう、あと一発で頼家勝利というようなところが見えましたが、唐が後ろから、後ろに潜んでいて、頼家は殺されました。唐に殺されました。だから禅師ここでも失敗ですよね。一万は殺せず、頼家も殺せずという、最後は失敗が続いたという感じで、最終的には自分の両親を殺したのは唐の両親を殺してますので、禅師はまあ父の敵、母の敵ということで命を落とすというのが禅師の鎌倉殿の13人での活躍なんていうのも振り返りでございました。あの三谷幸喜さんからいいコメントがありましたね。あの特番の時に、そのこれらの殺してきた人物っていうのは史実においてもまあ殺されてきた歴史上の人物である。だけれども誰に殺されたかっていうところは、まあ、例えばですけども、頼家で言うと、まあ、義時の刺客によって殺されたであるとか、いろいろな説とかもありますけれども、まあ、それを毎回違う人に殺させるよりも一人こう立たせて殺していくみたいな感じにした方が分かりやすいし面白いんじゃないかっていうのがまあベースにあって、で三谷さんが、まあ、梶原善さんっていうのは三谷組ずっと出てる人物なので、そのこの人物に殺し屋をやらせたら絶対アウト、代表作になると思ったからやらせたという形であると。だから代表作になるよって言って送り出したらしいんですけども、梶原善さん今いろんなとこで鎌倉殿が代表作になりましたって言ってるけど、それは自分で言うことじゃねえだろってダメ出ししてたのが面白かったですけれどもね。まあでもね、これでもうなんつうの、私が YouTube ライブやっててもね、梶原善さん他のドラマ出てるっぽいですねじゃなくて、もう禅師出てますかみたいなね。あの禅師だって何出てんだっけ、ファーストペンギン、ファーストペンギン禅師出てるでしょ。で今度やるエルピスも出るでしょ多分禅師がだからもう禅師、もう役名でこう知名度が上がるっていうのはもう代表作になった、まあ、まあ間違いないですけどね、間違いないけれども、本当にまあすごい人物でしたね。かき乱しましたけれども、でも最後は感情移入もさせられ、なんかすごかったですね。はい。でまあシナリオブックを読んでいくと、唐の活躍はまだありそうでございますので、まあ唐が後継者としてまだしばらくは義時の多分右腕として働くことは間違いなさそうなので、引き続き楽しく見てまいりましょう。ということで、本日の、振り返り、人物振り返りは禅師でございました。ぜひ皆さんの心に残った名場面もコメント欄で教えていただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。